ひぶひぶ、こぶたニュースのお時間です。今回はクシクラゲというお話です。有質動物門。クシクラゲは最も原始的な動物の一つであると考えられている海の仲間です。クラゲに似ているのでクラゲと名前がついており、英語でもコームジェリーと呼ばれています。ほとんどの動物の細胞は肺の中で幹細胞として始まり、そこから神経細胞が分化していきますが、クシクラゲには肺における神経形成遺伝子が欠如しており、何らかの方法で神経細胞を作っていると思われます。また今まで穴が一つのイソギンチャクやクラゲの仲間と考えられてきましたが、排泄をすることが分かり、クシクラゲは系統樹の元に近い場所にいるようだと考えられるようになっています。そんな未だに謎多きクシクラゲですが、2024年10月7日に2匹の個体が急速に合体して、あたかも1匹の個体のように動くようになったという研究報告が発表されました。 2 become 1。 ある日、イギリスエクセター大学のジョークラ・ケイシラの研究チームが体験したことです。海水タンクにいるクシクラゲが一匹減っており、代わりに異常に大きなクシクラゲが一匹いました。観察してみると、ご端部が2つ、長短期間も2つあり、負傷した2匹が融合したと考えられました。融合プロセスの再現。そこで異なる場所で採取した20匹のクシクラゲの一部を切除し、2つの個体を解剖皿に一晩固定して切断したところ、ピンで密着させると10組中9組が一晩で融合しました。最初の1時間は独立した動きをしていましたが、2時間後には収縮が同期し始めました。融合したクシクラゲには口が2つありますが、1つの口で取り込んだものは隣の消化管にも運ばれ、排泄のタイミングは別々だったそうです。このことから、クシクラゲ類には自身の組織を同種の他の組織と区別するメカニズムがほとんどないと考えられ、別の個体と融合する際どう認識するのかが、融合した後最終的にどうなるのか、何個も融合できるのか、大いに興味がかきたてられますが、残念ながら研究予算がなくなり、研究が終了した3週間後もまだ生きていた、もっと長く生きたかもしれないという広告が最後です。部費連結したクシクラゲを想像し、最初に噛みついたやつが優勝すると思ったウロボロスは、チャンネル登録よろしくです。ブヒ、それでは皆さん、また次回お会いしましょう。